DJ ヨージーということですね、僕のミックス CD をご紹介したいなと思います。1枚1000円で、売っております。それでおすすめの順番に紹介していきたいなと思います。で、収録曲については、大人の事情がありましてですね、言うことはできないんですけど、ジャンルの方について触れていきたいなと思っております。じゃあおすすめの順に早速ご紹介していきたいなと思います。はい、まずはこちらです。 Back to the 90s Part 2です。最新作になっております。でどういう曲が入ってるかというと、90年代の、R&B とかヒップホップとか、レゲエとか、そういうハウス以外の曲が入っております。こちら結構今一番一押しの、CD になっておりますので、よかったらぜひお買い求めください。はい、続いてこちら Back to the 2000イエーイ。こちらはですね、Back to the 90s の2000年バージョンです。2000年代に発売した、曲が、多数収録されております。こちらも、2番目におすすめのやつになっておりますので、こちらもぜひお買い求めください。先ほどのはですね、去年制作した CD を2枚ご紹介したんですけど、ここからは今まで売ってる CD を改めてご紹介したいなと思います。Back to the 90s Part 2の前作ですね、初期の Part 1の方です。こちら一番売れております。僕の販売している CD の中でですね、一番売れております。よかったらこちらもヒップホップ、R&B、レゲエが、90年代の、クラブミュージックがごっそり入っております。こちら特におすすめ。旧作って言ったらいいのかな、今までで定番の CD の中ではこれが一番売れております。はい、次におすすめしたいのは I Love R&B です。でこちらはですね、Back to the 90s と一緒に、ご購入される方がすごい多いですね。こちら全編 R&B で、90年代の R&B も入ってるんだけど、2000年代の R&B とか、僕のおすすめの R&B をチョイスしてですね、作った CD になっておりますので、よかったら、Back to the 90s と一緒に、お買い求めください。続いておすすめしたいのはこちら 90s のハウスミックス。こちらはですね、90年代前半からですね、90年代後半にわたって、その10年間のハウスのジャンル、ハウスのミュージックのみで作った、CD になっております。こちらも売れております。こちらもおすすめです。でまあダンスミュージック好きな方はね、特におすすめですので、よかったらこちらお買い求めください。続いてこちら、DJ 王子Thanks 14 Years っていう、CD です。こちらはですね、僕は2003年から、2017年まで AR バーっていうところで、DJ してたんですけど、その時14年間、2003年から2017年までの14年間の集大成のディスコ版です。こちらはディスコ版とクラブサイド、ディスコサイド、クラブサイドってあるんですけど、どちらもおすすめですね。ディスコの曲、70年代、80年代、90年代の曲まとめて聴きたいよっていう方はね、この1枚買うと、なんかこうダイジェスト版みたいな感じで、分かりやすいと思いますので、こちらおすすめです。で、それと、ジャケットはこのままでご紹介するんですけど、これの Thank you 14 years クラブサイドっていうのもありまして、そちらはですね、そうです、2003年から2017年までの、クラブミュージックのトータルした、僕がかけたよっていう、14年間で僕がかけたよっていうクラブミュージックが入ってますので、結構オリジナリティある選曲になっていると思いますので、ぜひお買い求めください。はい、続いてこちら、I Love 80s Eurobeat Side。これはもう説明不要ですね。80年代のユーロビートのみで作った曲、CD になっておりますので、皆さんぜひお買い求めください。
そしてこちら、先ほどの I Love 80s ユーロビートのもうちょっと前の世代の I Love 80s ハイエナジーサイドですね。80年代前半から中盤ぐらいまでの、ハイエナジーと呼ばれるジャンルの曲が、入っておりますので、ぜひこちらの方がいいんですよ、結構、ね、お買い求めください。はい、こちら 70s ダンスクラシックスミックス。こちらはですね、70年代のダンクラと呼ばれるているジャンルの曲で作った曲です。あ、聞いたことあるわこの曲みたいなのがたくさん入ってるんで、これ結構おすすめですね。はい、ぜひそういう選曲になっておりますので。はい、続いてこちら、マイグレイテストミュージック、僕のおすすめの曲が入ったですね、CD ベストアルバム的な、CD になっております。こちらボリューム1とボリューム2ありますんで、まあ、ボリューム1の方がちょっと年代もちょっと古くて、でボリューム2の方はこれよりもちょっと新しいみたいな、ことになっておりますので、あ、こういう曲好きなんだなみたいな、ね、そういうの知りたい方とかね、まあ、ノリノリになりたい方は、これおすすめです。ボリューム1と2ありますのでね、ぜひおすすめです。はい、じゃあこちら、パーティーミックス DJ 王子パーティーミックスですね。こちらもノリノリのビートの曲、アッパーな曲ばっかり入った、パーティー仕様になっておりますので、ね、なんかまあどんちゃん騒ぎしたいよとかという方いましたら、この CD パーティーミックスおすすめです。こちらジャパニーズヒップホップダンジョンということですね。昔あのフリースタイルダンジョンっていうテレビ番組がありましてですね、まあ要はジャパニーズヒップホップの ラップ MC バトルの番組だったんですけど、それ僕大好きなんですね。それにインスパイアされて作った CD なので、ジャパニーズヒップホップ好きだよっていう方とかね、ヒップホップ好きだよとかっていう方いましたら、こちらの CD もおすすめです。はい、こちらゴデレパニックっていう CD です。こちらは2017年頃にかかってた曲、ゴデレでよくかけてた曲を、1枚の CD にまとめたものです。こちらもね、聞くとうちの店の雰囲気がわかるのではないかなと思います。こちらもぜひよかったらお買い求めください。それ以外にもですね、僕たくさん動画 YouTube アップしてます。DJ やってる動画で、それを CD にできないかなとかっていう音や合わせもいっぱいいただくんですが、それは直接メールくださいメールで、メールでご回答したいなと思っておりますので、メールアドレスの方が japan1218@softbank.net.jp の方にですね、CD 欲しいとかってね、メールいただければ僕は返信しますので、メールじゃんじゃんお待ちしております。お支払い方法は3つで、代金引き換えと、銀行振込、銀行の振込先はペイペイ銀行になっております。であとはですね、ペイペイアプリで送金できるんですよね。送金手数料とかかかんないんで、これ結構まあ僕はおすすめなんですよね、ペイペイで振り込むっていう、でペイペイの、送るっていう項目があるんですけど、そこの、検索するところに09095171805って打つと僕の名前出てくるんで、で、メールやり取りした後で、いくらいくら振り込んでくださいとかって、僕お願いするんで、でペイペイで振り込むってこともできます。はい、で、他にもですね、まだ紹介してない CD もありますが、まずこの CD から買ったらいいんじゃないかなって、今今日紹介した、CD から買った方がいいんじゃないかなと思います。でも、もう全部買うっていう人も中にはいるんですけど、全部買うと、今全部買うと全部で24枚あります。なので2万4000円全部買うよっていう方は、僕送料もこちらで持ちます。こちらで持って、でなおかつおまけの CD が2枚ついていきますので、DJ 用紙フルコンプリートしたい方は全部買いをおすすめしますので、その2枚はね発売してないんで、全部買ってくれた方にしかつけてないんですよね。なのでよかったらぜひ全部買いの方もご検討くださいはい、以上です。ありがとうございました。 CD 買ってね